ちは、黒丸です。今日は5月にも登ったことがある両神山に来ています。5月登った時は1000円払って登るシライサスコースっていうコースから登ったんですけど、今日はメインルートの平田大屋っていうところから登るコースに挑戦してみたいと思います。この平田大屋コースはメインルートで、多くの登山者はこのメインルートを使うんですけど、結構シライサスコースよりも急登が多そうなので頑張りたいと思います。そして雨のあとなので、ちょっと岩場とかも滑りやすそうなので、そういうところは今日は気をつけていきたいと思います。それでは頑張ります。今両神山荘を通り過ぎてきました。そしてここに滑落事故とかの看板が立っていたので、こうならないように気をつけていきたいと思います。そして両神山頂までは 5.6 キロと少し長い距離なので頑張ります。では鳥居をくぐって本格的な登山道に入ります。オッケー。歩いてるといろんなところに石碑が置いてあって、信仰の山な気がします。はい、海所っていうポイントまで着きました。ここでは七滝沢ルートっていうところ分岐があるので、こっちに行っても両神山に行けるので、周回ルートとしてもできるんですけど、今2019年の台風19号の影響で通行止めみたいなので、今日はまあもともと計画していた平田大屋の往復コースにします。何川？土川。ん？土川。土川って。今ラムネタイムにしています。ここまで来るときは急な斜面が続いてたり、川を何度も渡ったりして結構大変だったんですけど。ここは木に囲まれていて自然が豊かで、あと沢の音もあって結構疲れが癒されます。うん、八海山って書いてある。八海山？うん、八海山。
206、早いペース早すぎだよ。この葉づくだって。この葉づく夜来るとね、仏法草って鳴くんだってさ。お、水場だ。何かある。工房の井戸か。あ、本当だ、工房大使様がいる。気持ちいい、うん、いいね、冷たい冷たい、気持ちいいね。小屋が見えた、小屋が見えた。何階建てなんだっけ。あ、そうらしいよね、うん、ずいぶん立派な避難小屋なんでしょ。そうそう、もともとは人がいたんだけど。広いね。ね。はい、清滝小屋に着きました。ここには無人の小屋で避難小屋となっているんですけど、でも2階建てで結構大きいです。そして山の中なのに綺麗な水洗トイレがあったので結構便利でした。そしてトイレを済ませたので、この先も頑張りたいと思います。だよね。うん、1時間って感じかな。そうだね。お、すごい。清滝かもしれない、もしかしたら。あ、これが清滝か。なるほどね。三体尾根っていう尾根まで出てきました。両神山山頂までは 1.4 キロです。ここまでは結構つづら折りに急登が続いたりして大変でした。ちょっと景色が良くなったけど、まだまだ登りは続きますぞ。大丈夫そう。神社まで着きました。ここで、お祈りをしてきました。参拝も終わったので両神山山頂まであともう少しだと思うので頑張ります。
両神神社からあと800メートルで山頂です。あ、こっちにも神様いるね。狼さんの顔が、狛犬が秩父は狼なんだよね。両神神社の先は平らな道が続いて歩きやすいです。結構晴れてるので山頂からの展望にも期待できます。ちょっと景色がいいね。ね、あれ雲か。雲だな。ちょっと木があって見えないけど、うん、山頂あったらもっと見える。試合出すコースの分岐ね。はい、前歩いたことのある白井サスコースとの分岐まで来ました。で、ここから両神山まであと 100m、 ラストスパートです。頑張ります。見えそうだよ、景色が。しかも雲が下だ、うん、おお。よし、最後の山頂に。一回登ったことあるから楽になった、両神山の山頂です。標高は 1723.5m です。前来た時も景色が良かったんですけど、今日は前よりももっと景色が良かったです。前霧に囲まれてたところも青空が今日は見えました。そしてここまで来る時は鎖場が連続してたり、あと急登も連続してたりして大変だったんですけど、こんないい景色が見れて疲れも吹き飛びました。葵と日向も登場です。メインルートじゃない？え？メインルートじゃない？あ、そっか、メインルート、うん、メインルート行けた。両神社まで戻ってきました。ここから鎖場が連続していたので、ここからが下山の本番という感じです。滑って落ちたりしないように気をつけていきます。いいね。
回またいじゃおうか。お、いいね。大丈夫。ここね、足場悪いから。いった。うん。よいしょ。取れない。うわ。おお。難関クリア。イエーイこれはちょっと大変だったな、やっぱな、滑るし。今日一番の難関、無事突破できました。なあ、やっぱ下り怖いな。イエーイ、鎖は終わった。ふう、イエーイ。あ、汚れたねさっきの3つ目の鎖はだけど。そうだな達成感ある、うん、やったね。でもまだまだあるからね、気をつけてからね。うん、今度は急登が連続する。そうだ、鈴ヶ坂。うん、でそこ終わったら清滝小屋のはずだよ。そうだよね。うん、また清滝小屋でちょっとこの辺とか吹こうか。そうだね。いい思い出になりました。汚れが落ちたかい。うん、落ちた落ちた。顔も洗っちゃえばビシャ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 冷たい水をありがとうございました。この水が助けになった、ね、だいぶね。今まで沢渡りとか急登下りとか鎖場とかが結構いっぱいあったので、結構緊張とかもして結構今足が痛くなってるんですけど、でもたまには最後こういう平らな道があると少し癒されます。終わったね。じいちゃん、ワンちゃんだから疲れてるんだって。はい、車がある日向大屋まで戻ってきました。今日の山は両神山を日向大屋のメインルートから登ったコースでした。今日は沢渡りに鎖場に急登にといろいろ緊張したり疲れたりするところがいろいろあったんですけど、またトレーニングにもなったかなと思いました。今両神山荘に寄ってきた時に犬のポンちゃんがいたんですけど、寝ていたので そっと見ておきました。今日はだいたい 9.7 キロぐらいは歩きました。休憩も入れると行動時間はだいたい7時間ぐらいでした。それではまたどこかの山でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.